こんにちは、本郷奏太です。私本郷奏太、少し前に誕生日を迎えまして31歳になりました。31歳。そしてですね、いつも仲良くしてもらってる友人にちょこちょことね、お祝いをしていただいて、その中でね、いくつか面白い誕生日プレゼントをもらったんで、ちょっとね、それを紹介していきたいなっていう動画です。短くて緩い内容になると思うんですが、じゃあ見ていきましょう。さあ、ではまず1つ目、正直ね、これが一番嬉しかったプレゼント、こちら、ポシェットモンスタースタチューぬいぐるみ。いや、これは何かと言いますと、ポシェットモンスターなんてものはまあこの世に存在しませんよ。僕が作りました。結構僕はね、普段からなんだかんだイラストを描くのが好きなんですよね。まあ腕前はさておき、その中で僕が生み出したキャラクターです、ポシェットモンスターのスタチューくん。ちょっと今ガチャガチャもあるんですよ。ほら、今のうちのゲームセンターはポシェットモンスターマグネットコレクションです。とまあね、僕はイラストまでしかもちろん描いたことなかったです。そしたら友達が急に立体化したこのスタチューくんをくれたんですよ。え、なにこれ、え、どうしたのって聞いたら、なんか子供が描いたイラストを立体のぬいぐるみにしてくれるサービスがあるんですって。いや、まあ子供の描いたイラストってなんだよっていう、まあ話なんだけど、エソラワークスさんだって。ほら、めちゃめちゃクオリティ高いっすよね。マジですごいと思う。こんなポシェットとかもさ、わざわざ作ったりさ、このスタンガンのビリビリもなんか毛糸で再現されてたり、あと微妙に左右の目の大きさが違うとか。これね、僕のイラストが多分ちょっと違ったから忠実に再現してるんですよ。すごい、これは本当に感動しました。将来子供とかがもしできたら、なんかこのサービスぜひ使わせていただきたいなと思った。マジで感動した。これがね、ちょっと優勝の誕生日プレゼントでした。もちろん全部嬉しいんだけどね。なのでこの子はお気に入りだから、いつもこの辺にね、置いておきたいと思います。じゃあ次、ポケモン関連、こちらサンダース EX のカードをもらいました。これはね、ポケカのイラストレーターさんの中でも特に有名なというか人気な斉藤直樹先生の書いたサンダース EX です。そちらになんと斉藤直樹先生のサインとお誕生日おめでとうございますをいただいてしまった。これはサンダース好きの僕としてはお宝よだれダラダラアイテムだ。すげえ。ここに普通の EX があるんだけど、まあ入れ替えるか、いや、まあこれは別だな、別枠にしよう。別枠でしっかりと飾っていきたいと思います。いや、嬉しいね。あ、すまん、スタチュー倒してしまった。そしてポケカつながりでまたね、別のプレゼントをもらいました。というか、これを取るから動画を回してると言っても過言ではない。このカードボックスの中に封筒が3つ入っていました。1番、2番、3番。で、普段からね、お世話になってる、まあ、ポケカ友人にもらったんですけど、オリジナルパックを略したもの、通称オリパっていうものがあるんですけど、何かっていうと、自分で作ったパックの中にカード何入ってるかなみたいな、そういうね、遊びというか楽しみ方をオリパと言います。しかもめっちゃ自信ありますみたいに言われたから、正直ちょっとドキドキしてるんですけど、これをね、カメラを回しながら開けていきたいと思っています。ちょっと運気を上げるためというか、まあなんというか、このオーパス1を置いておこう。これは東海オンエアの虫眼鏡氏が生まれ年と同じワインだよって言ってこう買ってきてくれたワイン、あのね、その場で速攻飲んだんですけど、うまかった、ありがとう。よし、じゃあ開けていきましょう。1番からでしょう、さすがに。これはのり付けされている、ハサミ使おうか。僕も全く詳細分かってないと思う。ちょっと待って、これ、あれだな、 PSA だな、PSA だ。 PSA って何かっていうと、カードを鑑定してくれる、まあ、海外のサービスなんですけど、そこにカードを送って10段階でカードの状態を評価してくれるんですよ。だから PSA で10とかを取ったカードっていうのはすごく価値が上がったりしますね。で、僕もこのサービスは自分で送ったりとかして使っています。そのケースに入ってるっぽい、専用ケース。いや、ちょっと待って、怖いな、怖いよ。だって PSA に出すようなカードでしょ、それが。しかも1番。ちょっと隠しながら開けていくんですけど、なんだ、 SM プロも、あ、ミュウツーって書いてある。え、ミュウツー SR? え、マジ、そんなわけ、そんなことある。あ、しかも PSA10 だ、 HR コンペティション。おお、ミュウツー GX の SR じゃないですか。これは僕が確かに大会でも獲得したカードですけど、やば、マジ、こんなんいいんですかって感じ。ちゃんとあの後でお礼というかケアはするんだけど、じゃあ大丈夫なのかこれ動画にして。でもまあ動画撮ってくれって言われたから、逆にそうか、撮らないのも失礼か。やば、え、っていうか、じゃあこれ多分 PSA なんだけど、全部触った感じ。え、2番見ていく、じわじわと出していくか。 2016XY プロもいろいろ考えられるな。20周年でしょ、20周年だと、あのなんかピカチュウのサンダース映ってるやつとかかな。あとはなんだ、あのプロモなんとかフェスタみたいな、ああいうやつも。いや、でもとにかく絶対すごいカードなんだよ。ちょっともう分かんないから一気にいきます。えい、どん、ほおお、これ
これお祝いパーティー、これ今言おうとしてたやつ。え、すごっ。10だし、やば。これは持ってない。あ、すげえ、お祝いパーティー BSA10 だって、かわいい。これ僕ですらちょっと ビビってる。ですらってなんだかよくわかんないけど、ちょっとまあ、じゃあ 3番開けるか。開けよう、ちゃんとお礼はしよう、ちゃんとお礼はしよう。で、じゃあ最後もう一気にいきます。一気に裏面からいこう。裏面がまず旧裏かどうかだよね。旧裏かどうかを確認していく。お、新しい裏面ですね。はい。いやー、なんでしょう、めちゃめちゃドキドキするな。もう全く予想つかないや。てか、まあ全く予想つけないでいこう。せーの、ど、いや、これはちょっとダメだ。これはダメですよ。ダメだって。しかも10じゃん。これはすごすぎるというか、ごめんなさいというか、これはダメだな。ありがとうございますなんだけど、申し訳なさが勝っちゃうな。じゃああれだね、せっかくこの鑑定済みの HR をもらったから、僕が大会でゲットしたあの HR でデッキを組もう。それが一番いいんじゃないか。これ大切にするよう、あれデッキで使うようにしようかな。今度リザードン V スターっていう新しいカードが出て、そいつと組み合わせてこの VMAX のリザードンも使えそうだから、それがなんかいいかな、一番着地点として。うん、ということで今日もご視聴ありがとうございました。とにかくね、また一つ年を重ねてしまいましたが、初心忘れるべからずで日々精進してまいりたいと思いましたね。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また見てくれると嬉しいです。バイバイ。